撃しました。常に時代をリードしてきた華麗なるロックスターデビッド・ボーイ。日本の印象をまずは聞かせてください。ウムを食べなかったのは今回が初めてだよ。何かある種の温かさを感じるね。言葉が分からなくても音楽で通じ合えることを肌で感じたね。北海道の札幌を楽しみにしているよ。テレビの CM の仕事で一緒にプレイしたらとても馬があったんだよ。まさにピーンときたよ。彼のスーツや服やソックスはいいね。それにとても偉大なシンガーだよ。東京では3回やるけど、全部見れるのはとてもお金持ちだね。でも来るべきだよ。毎日多少違うからね。妙な連中がやってるけど音楽は本物だね。シンセサイザーもレーザー光線もないけど本物さ。ソロのプロジェクトもするけどすごく楽しいからこのバンドはこのまま続けるよ。実に大物インタビューでしたけどもね、デビッド・ボーイ率いるティン・マシーン、はい、いかがでしたか。本当にみんなにも羨ましがられまして、ロックファンでもない私がインタビューに行って ね全然どういう方かわからない状態で出かけたんですよ、ね、ほとんど無知な状態で行って申し訳なかったんですけれども、でもそれでもこうインタビューしているうちにあまりの美しさにずんずんずん引き込まれていって あるんですね。緊張してしまいました。やっぱりオーラがありましたね。すごいやっぱり大スターだなっていう感じがしましたけれども、今日と明日とNHK ホールで東京公演を行って、その後武道館で17日にコンサートがありますから、あと日本で6回の公演が予定されているんですね。私も全然知りませんでしたけど、思わずどっか6回のうちの1回ぐらい行きたいなっていう気になってしまいます。実際に会ったらそういう気持ちになりますよね。なるんです。すごいですよね。それで、3月の中旬にはね、またデビッド・ボーイさんというと戦場のメリークリスマスっていうのが日本の方は馴染みが深いと思いますけれども、再公開されるということですからね。リバイバル楽しみですし、日本にいる間に大変日本がに詳しい方で黒澤明監督の映画を見たい、よくご存知なんです日本のことをね。でぜひ見たいとおっしゃってましたが、どっかの映画館で黒澤監督の映画を見に行ってらっしゃるかもしれませんよね。それまたすごいことですよ ね。お忍びって結構ありますからね。そうですね。リチャード・ギアが8月のラプソディ、黒澤映画に出ましたでしょ、この人も出るといいですね。で今度ツインピークスの映画版に出るんですね。そうですよね、FBI の捜査官役でね。やっぱりこう話題作には欠かせない人なんですね。